皆様こんにちは、カメラマンの青木です。本日は谷合くんが来てくれました。今日は谷合くんが自分のおすすめな台を紹介してくれるっていうことで来てもらってるんですけど、名前言ってもらっていいですか？もう一回。デビューデーの席は東京モテの谷合ゆりやです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。谷合くんね、結構入社して立ってると思うんだけど、やっぱねフロアとか回ってておすすめの台とかできたっていうことで今日紹介してもらうんだけど、ぜひ青木も気になるので台の方を紹介してください。はい、では行ってみましょう。あ、谷合くん、ここですか？はい。この景品、何ですか？こちらは、スーパーマリオのメーカーとなっております。お、かわいいですね。これ、あれか、押すやつですね。結構難しそうに見える台だけどね。でも、谷合くんね、結構仕事してきて、結構ね、練習してる姿とかも結構見るから、それがおすすめの台ってことだね。はい。はい。じゃあ、今日、ちょっとこの台、このマリオのディスペンサー、やってもらおうかなって思うので、ぜひ私がいろいろ質問しながらになっちゃうから結構難しいと思うんだけど、頑張って挑戦してみてください。はい、じゃあやってみよう。はい。谷合くん的にどうやって狙っていく感じでやるか教えてもらっていい？はい。最初は真ん中の方を押します。真ん中押すのね。お、まずいまずい、これはまずいんだね。私から見たらね、結構うまくいってるように見えるけど、ああでも動くんだね。私は結構両端狙うんかなって思ってたけど、僕も最初そう思ってます。真ん中なんだね。箱物ってなんかやっぱり両端がセオリーって結構言われがちだけど、これは結構真ん中なんだよ。あ、今当たってこういう風に反動で動いていくって感じか。結構今うまかったよね。谷合くんってここ入る前クレーンゲームやってたりしました？全くやったことありませんでした。やったことないんだ。ここに入ってめっちゃ練習して得意になってきたって感じかな今。ああ、すごいですね。進まなくなってみました。いや、緊張してるもんね谷合くん。谷合くんだけじゃないけど、スタッフはプロって言われてはいるけどね、緊張したらもうなかなかね指がおぼつかなくなっちゃうからしょうがないよね。お、あ、でもうまいうまい。あ、すごい進んだね。これは結構あれか、寄せ甘いよりもちゃんとこう当てるような感じでやってもらった方が動きやすいっていう感じかな。はい。なるほど。結構この台やられてたりします、お客様？そうですね、割とやってる方見かけます。おー、かわいいもんね。スーパーマリオ世代だな。谷合くん、スーパーマリオやったことある？あります、一応。うん、少し。はい。マリオ面白いよね。私はゲーマーだからマリオ結構やるんだけどね。最近はやらないけどね。そうですね。これで結構斜めになってきて、この突っ張り棒が結構広がってる感じだけど、こっからはどうやって狙っていけばいいのかな？こっから奥の方を狙って回転まずは狙っていきたいと思います。あー、なるほどね。奥狙って回転させて、ちょっとずつ落としていくって感じだね。お、お、はまった。おお、こういう感じではまったら次はどこ狙うんですか？次はひたすら奥を狙います。ひたすら奥か。はい、頑張れ。空いてるとこまでいってきます。緊張しちゃうね。頑張れマリオ、落ちろ。いけ。お、あ、うまいうまい。頑張れ頑張れ。お、棒にはまるとね、ちょっと動きが渋くなっちゃうっていうのはあるよね。フィギュアとかもはまっちゃうと動きづらいとかよく聞くしね。いや、でもね、まだ諦めちゃダメだよ。頑張れ頑張れ。はい、いけ。暇を開けてしまいました。どうだ、練習の成果を。お、進んでる。でも進んでるけど、いや、あともうちょっとな気はするんだけどね。こっから、う、ね、うん、もう少し進んで、うん、マリオ頑張れ、落ちろ。おお、あ、おお、すごい進んだ。おお、おめでとうございます。いやー、谷合くん上手だったよ。上手上手。ありがとうございます。で、景品ちょっと見せてもらっていいかな？はい、こちらです。マリオのディスペンサー。これ、はい、ハテナボックスになってるんだね。かわいいね。泡も星の形になります。あ、泡が星の形になるんだ。はい、へー、初めて見た。
いいね。今ねコロナでねみんなあの手洗いちゃんとやらなきゃいけないから、こういうねディスペンサー取ってってもらって、ちゃんと手洗いすればねお子様とかね手洗うの楽しくなりますね。ディスペンサーでちょっと手洗いのモチベーションを上げていただいて、コロナに打ち勝っていただきたいなと思います。はい、今日は谷合くんのおすすめな台を紹介してもらいました。で無事ねマリオンのディスペンサー取れたっていうことで、あの今日やってみてどうでしたか？そうですね、見られながらやるとちょっと緊張しちゃって難しかったですけど、無事に取れてよかったです。はい、ありがとうございます。マリオのディスペンサーってことで、やっぱさっきも言ったんだけど、コロナのね時期に手洗いとかするのに使ったらお子様も楽しいしね、皆様もぜひ取ってってみてください。チャンネル登録いいねお待ちしております。また谷合くんね今2回目の動画だと思うけど、またね3回目とかあると思うので、またその時に一緒に撮ってくれると嬉しいです。はい、では本日はここまでです。みんなさんバイバイ。Bye.